6月2日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。水沢は1レース。予想上位は宮城ボイジャー。目標タイムは0分53.0秒です。硬いレースになりそうです。水沢は2レース。予想上位はソウルサミット。目標タイムは0分53.0秒です。硬いレースになりそうです。水沢は3レース。予想上位はグライティアセルバー。目標タイムは1分26.1秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は4レース。予想上位はエコロジーガール。目標タイムは1分26.2秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。水沢は5レース。予想上位はエクチュール。目標タイムは1分25.8秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は6レース。予想上位はマイプレイス。目標タイムは0分52.0秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は7レース。予想上位は宮城バリアント。目標タイムは1分44.5秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は8レース。予想上位はロングネーション。目標タイムは1分30.2秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は9レース。予想上位はレディブラウン。目標タイムは1分30.1秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。水沢は10レース。予想上位はサンエントジアスタ。目標タイムは1分44.5秒です。荒れる傾向が強いです。水沢は11レース。予想上位は宮城シリーズ。目標タイムは1分29.7秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢1レース。予想上位はビーチポジティブ。目標タイムは1分31.7秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢2レース。予想上位はカフェのビーン。目標タイムは1分31.1秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢3レース。予想上位はエムティドラゴン。目標タイムは0分53.9秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。金沢4レース。予想上位はモカちゃん。目標タイムは0分54.0秒です。硬いレースになりそうです。金沢5レース。予想上位はメラビリオーザ。目標タイムは1分37.6秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢6レース。予想上位はピンフドラさん。目標タイムは1分38.4秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢7レース。予想上位は思考。目標タイムは1分37.8秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢8レース。予想上位はサムアンライクユー。目標タイムは1分36.9秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢9レース。予想上位はウルトラワールド。目標タイムは1分37.5秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢10レース。予想上位はお主何者。目標タイムは1分28.6秒です。硬いレースになりそうです。金沢11レース。予想上位は白山アマゾネス。目標タイムは1分57.2秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知1レース。予想上位はレインボーウェザー。目標タイムは1分25.2秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知2レース。予想上位はナムラヘラクレス。目標タイムは1分24.7秒です。
レースが荒れるかは半々といったところです。高地3レース、予想上位はローズプリンスダム、目標タイムは1分 24.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高地4レース、予想上位はエイシンディデイ、目標タイムは1分 25.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高地5レース、予想上位はレイディガンナー、目標タイムは1分 31.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高地6レース、予想上位はカールスモーキー、目標タイムは1分 30.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高地7レース、予想上位はアードラー、目標タイムは1分 30.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高地8レース、予想上位はデルマベルセブブ、目標タイムは1分 30.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高地9レース、予想上位はロードレイライン、目標タイムは1分 45.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高地10レース、予想上位はエコルファルコン、目標タイムは1分 44.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高地11レース、予想上位は名将オーズマサ、目標タイムは1分 30.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高地12レース、予想上位はキリンブラック、目標タイムは1分 26.6 秒です。超荒れそうな予感がします。佐賀1レース、予想上位は名村ダニー、目標タイムは1分 25.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀2レース、予想上位はビーイング、目標タイムは1分 25.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀3レース、予想上位はワンダーグラン、目標タイムは1分 30.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀4レース、予想上位はクライス、目標タイムは0分 57.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀5レース、予想上位はテイエムサウスダー、目標タイムは1分 29.5 秒です。硬いレースになりそうです。佐賀6レース、予想上位は博愛ウィンザー、目標タイムは1分 31.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀7レース、予想上位はマリブコーク、目標タイムは1分 24.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀8レース、予想上位はフェブキラナ、目標タイムは1分 23.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀9レース、予想上位はターンザコーナー、目標タイムは1分 48.1 秒です。荒れる傾向が強いです。佐賀10レース、予想上位は名将の脇、目標タイムは1分 32.5 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。バンエイ第1レース、予想上位はジェイクイーン、荒れる確率は 55% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、2歳、予想上位は北西の光、荒れる確率は 60% です。バンエイ第3レース、2歳、予想上位は金髪、荒れる確率は 60% です。バンエイ第4レース、C24、予想上位は J のダイアナ、荒れる確率は 71% です。バンエイ第5レース、恒例、ケンスケくん38歳ハピバ、
予想上位はペガサスホース。割れる確率は 76% です。バンエイ第6レース。田淵記念。予想上位はスタージャガー。割れる確率は 53% です。バンエイ第7レース。第3回鈴木君明記念。予想上位は岩木ブラボー。割れる確率は 57% です。バンエイ第8レース。筑浜のまた旅1周年記念。予想上位は東京レーブ。割れる確率は 68% です。バンエイ第9レース。真鍋の結婚式後は競馬賞。予想上位はサイレンス綾香。割れる確率は 55% です。バンエイ第10レース。B38。予想上位はビール。割れる確率は 52% です。バンエイ第11レース。スタリオンカップ。予想上位はメムロボブサップ。割れる確率は 54% です。バンエイ第12レース。D12.3 決勝。予想上位は北西桜子。割れる確率は 65% です。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ミニマム娘、ソウルサミット、ロバリアの奇跡、ブライティアセルバ、ストレート、フォーユーランラン、ミオノイナズマ、ティエラ、マイネルステレール、ビクトリーカノン、アベシオン、マイプレイス、ビバンスリーズ、ホッコーアドミラル、メリア、シャイニーポケット、コンバットグランデ、ビッグタマテルーフ、ハピネスガッサン、レディグラーガザル、サンエントジアスタ、シントーチャチャ、ポーラライツ、蝶のように舞う、ムーンライトアリア、名称アダーラ、クリオネ、トゥインクルーガー、マイネルパリオート、ブレッシングクライ、ファントムルージュ、コパノフランシス、サジェス、サーグルミラージュ、レオテソーロ、サワヤカプリンス、ウィンディータウン、ダノンジェネラル、ドリームプリンス、ブロードイメル、フォーカスポーカス、レイディガンナー、イーグルフェザー、ゴールドクロス、ヒロシゲダイヤ、スカリーワング、エコロファルコン、オルダージュ、アウタースペース、エールブラーク、テーオーラファエロー、エイシンティックス、ガンネル、ビーイング、ショーミーザマネー、マリノファルコン、カクテルグラス、エンジェルズキッス、ブラックベル、ビジャーヤ、ノーブルオリンピア、マナマハロ、グレートバイヤー、グルーオーキッド、モンテコルノ、ダイモーン、チウラグランデ、シノジマニヨラサイ、サプライズイベント、ボルドーエクレア、ロイコ、ヤエのシャイン、ノベント、アトラクティッド、ゴールデンウエスト、サバイバルトリック、ユピテルルークス、洋夫、コンカルの王、クロマツミッチー、バウンスライト、フェアリープト、ロジブライアン、ユーノノーチラス、ツルガドマリー、エニシャル、シュペルブ、ウィズザタイムズ、雪化粧、マイネルトワイス、名称ギガース、ブラックフラミンゴ、レインボーエザー、日の玉ボーイ、ナムラヘラクレス、コスモビックラコグ、名称イタマエ、ノアシーザヨウ、サノのヒーロー、キーフラッシュ、チアップ、アバグネイル、イグレック、ロードレイライン、ダノンカオス、ゴーマイウェイ、コウキ、名称ケンセイ、キーンブラック、ウィーンソフィー、ナムラダニー、フィングルブリッジ、
アイズオンミー、ミレクイーン、ペルセイラ、トゥーヤング、テステッソ、シークレットギア、ターンザコーナー、名称の秋、宮城ボイジャー、竜のダンマーム、メトリカルセオリー、ロジシップ、ネモフィラ、コンフ、アスタリウス、ミユキアルテミシア、マテラサン王、ダノンダンサー、ルーラルーラ、ビッグジャスミン、ナンヨプランタン、ワールドラグ、ボルドーキャンディ、ヨモギ、ヤマニンジャベリン、ルレット、ジョイパピエーダ、ステースソニック、銀河、ザサンアップライト、北野フロスト、宮城バリアント、ゴーゴーダンサー、カマリイワヒネ、グローサーベア、アルピニズム、コリコ、マコト大東レン、名称ケイゼン、コンバットスプーン、ユーユーププリエ、サンエイキャノン、カフェネモワール、玉手箱、カフェのビーン、マルカンレインボー、ビッチブルース、エムザックドリーム、ファントムパンチ、ジーニー、スイートティアラ、サーストンアイダホ、メラビリオーザ、ヒシエレガンス、シビルボーイ、ナイトスターリー、サムワンライクユー、イズジョーアーサー、ノブノキャット、ワルツフォーデビー、カーズの残月、サーチ、ベレノ、パノラミック、クラールス、ローズプリンスダム、スターライトテール、エメラルセシリア、SC ガローナ、ウィア、ノーベルプライズ、マサノビジョン、チャオベッラ、ナノ花畑、ゲンパチレオニダス、トレイトセオリー、名称オーズマサ、マクギリス、ネルガル、SKO 館、ジャスティスボス、デスペリーナ、ワンダーミズキ、アメリカンウルフ、テイエムライメイ、パネンカポコ、アイメイドイット、ラビータエベラ、ハクアイウィンザー、ゴールドホープ、シーレカズマ、オモルフォス、北から来た娘、マイネルタイムリー、マコトチガネマル、コスモセレナ、名称推薦、レイバックターン、玉木咲、小森ゆた、テイエム水人、デアリングエイト、ヤマショールルさん、アイスケイブ、VL10、一世のおで、エイシンディデイ、モノノフブルー、ネイキッドハート、ラジェルブ、ユーユートシキ、マルケイアロー、ヨードのストーリー、イルティモーネ、デルマベルセブブ、ハチキン娘、プティキャドー、タカマキホー、サンファボル、ビッグサララルーフ、ピンフドラさん、サナのビスケッツ、ロングウッド、ハッキョイ、ブルースワット、マウンテンスワロー、銀の雨が降る、北ケープ、イスレツヨ、セイキングダム、ソルメンシス、ベストコレクトパリ、ビトルカリッチ、マルケイフォルテ、ビーチポジティブ、エムティドラゴン、アンクルダッシュ、ドミナンス、フェーマスダンディ、ブラーブ、リワードセタレン、キングオブハーバー、エレゴアブランシュ、カールスモーキー、コモドアーズ、ハクサンマズル、アラゴナイト、タケノサイコー、タケノエイコー、ヨードのルーキー、セイオニックス、フェブキラナ、ラインシュトラール、バルサステソーロ、キクノミヤビ、ユーユープリズム、キタノプリンセス、ズシーノ、タガノディミトラ。水沢第一レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは6番宮城ボイジャー。並ぶように5番ウォルドーエクレア、4番ステイクラッシーカ。レース後半に入ります。
最初に第4コーナー回ったのは6番宮城ボイジャー、その後には4番ステイクラッシーと1番ビルベッカが続きます。6番宮城ボイジャーそのまま独走か、独走か。6番宮城ボイジャーが1着見事、続くは4番、1番、2番か。水沢第2レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。4番ロバリアの奇跡が早速先頭を取る。後を追うのは5番ボルドーキャンディ、6番ユーユープリズムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ロバリアの奇跡、その後には5番ボルドーキャンディと3番ソウルサミットが続きます。3番ソウルサミットが追い上げてくる、追い抜くか。3番ソウルサミットがゴールイン。続くは4番、5番、1番か。水沢第3レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは10番ルレットが先頭に立ちます。10番ルレットの背後には11番ジョイパピエーダ、2番ブライティアセルバか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ルレット、その後には2番ブライティアセルバと11番ジョイパピエーダが続きます。2番ブライティアセルバが追い上げてくる、先頭か。2番ブライティアセルバがゴールイン。続くは10番、8番、3番か。水沢第4レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは7番スペースソニックが好スタートを切った。並ぶように4番ハバネロ、11番エコロジーがあるか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番スペースソニック、その後には11番エコロジーがあると6番ミヨノイナズマが続きます。1番フォーユーランランが先頭に立つか、追い抜くか。1番フォーユーランランが1着見事。続くは9番、10。水沢第5レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは10番エクチュールが好スタートを切った。2番手は4番銀河、9番ザサンアップライトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番エクチュール、その後には4番銀河と6番ヤクライローズが続きます。4番銀河が後ろから追ってくる、追い抜くか。4番銀河がゴールイン。続くは3番、1番、10番か。水沢第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは2番ゴールデンウエストが先頭に立ちます。その後ろには10番ニュバンスリーズ、6番キタクイーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ゴールデンウエスト、その後には10番ニュバンスリーズと8番マイプレイスが続きます。8番マイプレイスが追い上げてくる、先頭か。8番マイプレイスが1着見事。続くは3番、9番、10番か。水沢第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは5番宮城バリアントが好スタートを切った。5番宮城バリアントの背後には6番山ショールルさん、10番カマリーはヒネカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番宮城バリアント、その後には1番エイシンポロシリと7番カガロケットが続きます。5番宮城バリアントそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番宮城バリアントが1着見事。続くは1番。水沢第8レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。9番セイキングダムが早速先頭を取る。その後ろには11番ビッグタマテルーフ、4番グローサーベアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番セイキングダム、その後には2番ローグネーションと11番ビッグタマテルーフが続きます。2番ローグネーションが追い上げてくる、追い抜くか。2番ローグネーションが1着見事。続くは8番、5番、7番。水沢第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは8番レディブラウンが好スタートを切った。2番手は12番誠大統連、10番グラフヤスレディカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番レディブラウン、その後には4番ハピネスガッサンと10番グラフヤスレディが続きます。8番レディブラウンそのまま独走か、独走か。8番レディブラウンが1着見事。続くは4番、7番、1番か。水沢第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは1番コンカルノーが先頭に立ちます。後を追うのは4番ベストコレクトパリ、9番ヤマニンソエイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ゴールデンギフト、その後には1番コンカルノーと2番サンエントジアスタが続きます。2番サンエントジアスタが追い上げてくる、追い抜くか。2番サンエントジアスタが1着見事。続くは6番、7番、5番か。水沢第11レース、さあ、舞台は整いました。
さあ、スタートしました。5番マルーントリックが早速先頭を取る。並ぶように8番宮城シリウス、3番ドリームキャッチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番宮城シリウス、その後には1番リトルカリッチと10番バウンスライトが続きます。8番宮城シリウスそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番宮城シリウスがゴールイン。続くは1番、10番、2番。金沢第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。8番ビーチポジティブが前に行きます。8番ビーチポジティブの背後には10番イエローストーン、7番レイズミアップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ビーチポジティブ。その後には10番イエローストーンと7番レイズミアップが続きます。8番ビーチポジティブそのまま独走か。独走か。8番ビーチポジティブがゴールイン。続くは5番、10番。金沢第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。1番カフェのビーンが前に行きます。その後ろには6番フェアリープと7番ロジブライアンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番フェアリープと、その後には1番カフェのビーンと7番ロジブライアンが続きます。8番新藤茶茶が追い上げてくる、先頭か。8番新藤茶茶が1着見事。続くは1番、6番、4番か。金沢第3レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。5番 MT ドラゴンが前に行きます。5番 MT ドラゴンの背後には3番竜のノーチラス、1番 M ザックドリームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番 MT ドラゴン。その後には1番 M ザックドリームと2番ショウガマッタナシが続きます。5番 MT ドラゴンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番 MT ドラゴンが1着見事。続くは2番、1番、4番。金沢第4レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは4番モカちゃん。その後ろには5番北のプリンセス、6番ファントムパンチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番モカちゃん。その後には5番北のプリンセスと6番ファントムパンチが続きます。1番長のように舞うが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番長のように舞うが1着見事。続くは6番、4番、3番か。金沢第5レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは9番サーストンアイダホ。2番手は10番メラビリオーザ、1番エニシャルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番メラビリオーザ。その後には9番サーストンアイダホと5番ジーニーが続きます。10番メラビリオーザそのまま独走か。逃げ切れるか。10番メラビリオーザがゴールイン。続くは7番、3番、6番か。金沢第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。8番アイスケイブが前に行きます。8番アイスケイブの背後には2番川上アンフィニ、9番モンテブラックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ピンフドラさん。その後には9番モンテブラックと5番ズシーノが続きます。1番名称アダーラが後ろから追ってくる、先頭か。1番名称アダーラがゴールイン。続くは7番、3番、9番。金沢第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは9番思考が好スタートを切った。並ぶように5番ノース響き、10番アンクルダッシュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番思考、その後には2番ディスモーメントと10番アンクルダッシュが続きます。9番思考そのまま逃げ切れるか、独走か。9番思考が1着見事。続くは2番、3番、7番か。金沢第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。11番ウィエルジュが前に行きます。後を追うのは2番サムワンライクユー、4番雪でしょうか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番サムワンライクユー、その後には11番ブイエルジュと4番雪化粧が続きます。2番サムワンライクユーそのまま独走か、独走か。2番サムワンライクユーが1着見事。続くは10番、6番、7番か。金沢第9レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは9番ウルトラワールドが先頭に立ちます。9番ウルトラワールドの背後には2番ニューノステルス、6番マイネルトワイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ウルトラワールド、その後には2番ニューノステルスと3番ラインハイトが続きます。6番マイネルトワイスが先頭に立つか、
先頭か。6番マイネルトワイスがゴールイン。続くは9番。金沢第10レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。5番フェイマスダンディが早速先頭を取る。並ぶように1番お主何者、7番コパのフランシスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番お主何者、その後には5番フェイマスダンディと7番コパのフランシスが続きます。1番お主何者そのまま独走か、独走か。1番お主何者がゴールイン。続くは5番、3番、7番か。金沢第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。10番白山アマゾネスが早速先頭を取る。並ぶように7番エイシンワンバル、5番テトラルキアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番白山アマゾネス。その後には5番テトラルキアと1番ダイヤモンドラインが続きます。9番フォルベルールが後ろから追ってくる。先頭か。9番フォルベルールがゴールイン。続くは10番、1番、5番か。高知第1レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。5番サムシンググレートが早速先頭を取る。並ぶように9番レインボーウェザー、7番雷親父か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番レインボーウェザー。その後には3番名将ギガラスと5番サムシンググレートが続きます。9番レインボーウェザーそのまま独走か。逃げ切れるか。9番レインボーウェザーがゴールイン。続くは10番、8番。高知第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは7番ナムラヘラクレスが先頭に立ちます。7番ナムラヘラクレスの背後には1番レオテソーロ、6番モズライフセーバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ナムラヘラクレス。その後には10番カネコメノボルト、3番アスタリウスが続きます。7番ナムラヘラクレスそのまま独走か。逃げ切れるか。7番ナムラヘラクレスがゴールイン。続くは10番。高知第3レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは2番リワードセタレンが好スタートを切った。2番手は4番ローズプリンスダム、5番サノノビスケッツか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ローズプリンスダム、その後には2番リワードセタレンと3番ダノンジェネラルが続きます。3番ダノンジェネラルが追い上げてくる、先頭か。3番ダノンジェネラルがゴールイン。続くは4番、6番、7番だ。高知第4レース、各馬、揃って、さあ、スタートしました。まずは9番ミユキアルテミシアが好スタートを切った。その後ろには4番名将板前、1番ドーフォルスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ミユキアルテミシア。その後には4番名将板前と3番エイシンリーデイが続きます。3番エイシンリーデイが先頭に立つか、追い抜くか。3番エイシンリーデイが1着見事。続くは4番、10番。高知第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。2番レイディガンナーが前に行きます。その後ろには7番サノのヒーロー、1番トロワシャルムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番レイディガンナー、その後には1番トロワシャルムと7番サノのヒーローが続きます。2番レイディガンナーそのまま逃げ切れるか、独走か。2番レイディガンナーが1着見事。続くは1番、9番、3番か。高知第6レース、各馬、揃って。スタートを切りました。2番カールスモーキーが前に行きます。並ぶように11番バランセカズマ、10番キーフラッシュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番カールスモーキー。その後には8番鈴鹿ゴーディーと11番バランセカズマが続きます。2番カールスモーキーそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番カールスモーキーが1着見事。続くは11番、8番、10番か。高知第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは3番アドラーが好スタートを切った。3番アドラーの背後には7番アバグネイル、4番チアップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番アドラー。その後には7番アバグネイルと6番ウィオマージュが続きます。2番マイネルプロンプトが追い上げてくる、追い抜くか。2番マイネルプロンプトがゴールイン。続くは3番、7番、6番か。高知第8レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは5番デルマ・メルセブブが先頭に立ちます。後を追うのは11番ダノンパペット、3番ゴールドクロスか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番デルマベルセルブ。その後には10番コモドアズと1番ノクターナリティが続きます。5番デルマベルセルブそのまま独走か。独走か。5番デルマベルセルブがゴールイン。続くは10番、1番、6番か。高知第9レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。10番ロードレイラインが早速先頭を取る。10番ロードレイラインの背後には6番スカリーワグ、3番菜の花畑か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ロードレイライン。その後には4番サンライズシェリーと6番スカリーワグが続きます。6番スカリーワグが後ろから追ってくる。先頭か。6番スカリーワグがゴールイン。続くは4番、10番、2番。高知第10レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは1番エコロファルコンが先頭に立ちます。その後ろには4番リトルパイングッド、2番パトリオットランカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エコロファルコン。その後には2番パトリオットランと4番リトルパイングッドが続きます。1番エコロファルコンそのまま独走か、独走か。1番エコロファルコンがゴールイン。続くは5番、2番、4番か。高知第11レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは1番オルダージュが好スタートを切った。並ぶように8番ダノンダンサー、7番マクギリスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番メイショウウズマサ。その後には1番オルダージュと3番エールブラーブが続きます。4番メイショウウズマサそのまま独走か。逃げ切れるか。4番メイショウウズマサがゴールイン。続くは1番、5番、3番か。高知第12レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは8番ハチキン娘が好スタートを切った。並ぶように6番キリンブラック、2番コウキカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番キリンブラック。その後には10番オダケンサイレスと9番ハッキョイが続きます。3番メイショウケンセイが先頭に立つか、追い抜くか。3番メイショウケンセイがゴールイン。続くは7番、4番、9番か。佐賀第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは11番フィングルブリッジが先頭に立ちます。11番フィングルブリッジの背後には3番ハクサンマズル、7番ルーラルーラカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ラブヒカリ。その後には11番フィングルブリッジと7番ルーラルーラが続きます。6番ナムラダニーが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ナムラダニーがゴールイン。続くは8番、2番。佐賀第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは10番マウンテンスワローが先頭に立ちます。10番マウンテンスワローの背後には7番マイズオンミ、8番ミレクイインカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ビッグジャスミン。その後には9番ビーイングと8番ミレクイインが続きます。9番ビーイングそのまま独走か、独走か。9番ビーイングが1着見事。続くは12番、2番、11番。佐賀第3レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。1番デアリングエイトが早速先頭を取る。その後ろには3番ショーミーザマネ、2番ニキッドハートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ワンダーグラン。その後には1番デアリングエイトと8番ホームランが続きます。9番ワンダーグランそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。9番ワンダーグランが1着見事。続くは5番、4番、7番か。佐賀第4レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは9番バルサステソーロが先頭に立ちます。並ぶように8番パネンカポコ、2番テイエムライメイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番バルサステソーロ。その後には3番クライスと1番エンジェルズキッスが続きます。10番全開ワールドが追い上げてくる。先頭か。10番全開ワールドがゴールイン。続くは3番、1番、2番か。佐賀第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは2番マイメイドイットが先頭に立ちます。その後ろには1番テイエムサウスダン、6番ラビータエベラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番テイエムサウスダン。その後には7番マイリッシュセンスと4番アラゴナイトが続きます。7番マイリッシュセンスが追い上げてくる、追い抜くか。7番マイリッシュセンスが1着見事。続くは4番、1番、3番か。
佐賀第6レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは6番トゥーヤングが好スタートを切った。2番手は3番竹野恵子、10番シーレカズマか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番博愛ウィンザー、その後には11番テステッソと3番竹野恵子が続きます。11番テステッソそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。11番テステッソが1着見事。続くは1番、4番、7番か。佐賀第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは12番菊野雅。並ぶように3番マリブコーク、11番ララガブリエルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番菊野雅。その後には3番マリブコークと11番ララガブリエルが続きます。3番マリブコークが先頭に立つか、追い抜くか。3番マリブコークがゴールイン。続くは12番、2番、7番か。佐賀第8レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。9番フェブキラナが前に行きます。後を追うのは10番マイネルタイムリー、3番キングキャビアか。ベース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番フェブキラナ、その後には3番キングキャビアと8番篠島によらさいが続きます。9番フェブキラナそのまま逃げ切れるか、独走か。9番フェブキラナが1着見事。続くは8番、3番、5番か。佐賀第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。11番ラジェルブが前に行きます。11番ラジェルブの背後には3番シークレットギア、8番レイバックターンか。ベース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ラジェルブ。その後には8番レイバックターンと9番ターンザコーナーが続きます。1番サプライズイベントが追い上げてくる、先頭か。1番サプライズイベントがゴールイン。続くは2番、9番、10。佐賀第10レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは7番手 M 水陣が好スタートを切った。後を追うのは5番名称の脇、1番玉もキサキか。ベース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番名称の脇、その後には1番玉もキサキと8番リネンニューイヤーが続きます。8番リネンニューイヤーが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番リネンニューイヤーがゴールイン。続くは5番、4番、10番か。